私の名前はナナ、32歳です。現在は地元の病院で看護師として働いています。中学3年生の時に入院したことがきっかけで看護師になりたいと思うようになりました。虫垂炎、いわゆる盲腸になり、人生で初めての手術を受けたのです。手術で治るとは言っても、その時の不安は表現できないくらいのものでした。その時に入院から退院までずっと励ましてくれた看護師の方がいました。その方のおかげで今の私がいると言っても過言ではないくらいです。そして中学では部活優先で勉強がおろそかになっていたので、高校では勉強に力を入れました。その後看護系の大学へ進学したのですが、思っていた以上に大変だったのを覚えています。日々の勉強が大変だったのはもちろんなのですが、実習が本当につらかったのです。実際に病院に行って看護師の方に付き添っていろいろなことを学びます。しかし病院は常に慌ただしくて、看護師の方が特にピリピリしていました。そんな中、学生がノロノロ動いていると余計にピリピリさせてしまうのです。実習がある日は朝起きるのが億劫なほど嫌だと思ったこともあります。それでも必死に食らいついて、やっと看護師になることができるのです。実際に看護師になってみると、現場がピリつく理由も分かりました。そして看護師になりたての頃はストレスが溜まっても発散の仕方が分からず、夫に当たっていました。彼氏のヒロとは大学で知り合い、今では夫になりました。私が通っていた大学は看護科と法学部が同じキャンパスだったのです。そして夫は法学部で、よく廊下などですれ違っていました。それから挨拶を交わすような仲になり、連絡先を交換するようにもなったのです。そして私の都合に合わせて月1回ほどご飯に行くようになりました。その後交際が始まったのですが、会えないことが多く、別れ話が出るのも早いかなと思っていました。しかし夫から別れ話が出ることは一度もなく、結局そのまま結婚することとなりました。結婚したのは私が27歳の時で、仕事にも慣れて自分自身に余裕ができた時でした。それまで夫は浮気をすることもなく、ずっと待っていてくれたのです。しかし夫は現在単身赴任中で、私は両親と暮らしています。父は現役で仕事をしていて、母もパート勤務をしています。なので少しばかり家事の手伝いができたらなと思い、一緒に暮らしているのです。しかし母は私とまた一緒に暮らせることが嬉しいのか、かなり甘やかされている気がします。私が仕事から帰ると、先に帰ってきた母が夕食の準備をしていました。なので私も手伝おうとすると、ナナは仕事から帰ってきたばかりでしょ、お手伝いはいいからお風呂に入って疲れを取ることが先でしょと言われ、バスタオルを手渡されるのです。申し訳ないとは思いつつ、疲れていることは確かなのでお風呂へ入ることにしました。母のお手伝いなら他にもする機会があると思ったのです。しかし夕食後にお皿を洗おうとすると、またしても母に止められて、ナナの好きなアイスがあるからそれ食べてゆっくりしてなさいと言われるくらいです。ただ親のすねをかじっているだけのような気がして、罪悪感を感じることが多々ありました。なので今度両親に何かプレゼントをしようと、携帯でいろいろ調べることにしたのです。すると夜遅く、義母から電話がかかってきたのです。お母さんどうかしましたかと言うと、義母はぶすくれたような声で、ちょっと聞いてくれる？お父さんたらまたキャバクラに行ってるのよ。これって完璧な浮気よね。慰謝料を取るにはどうしたらいいかしら。と言ってきたのです。その声色からすると、義母はお酒を飲んでいて、かなり酔っているように聞こえました。そしてこの話題は、1回や2回のことではないのです。お母さん、落ち着いてください。と言うと、義母は声を荒げて、落ち着けるわけがないでしょ。私はあの人のためにご飯の用意をしたり洗濯をしたりしてるのよ。それなのにあの人は浮気三昧で好き勝手やってるの。落ち着けって言うなら、ナナさんがあの人を連れて帰ってきてよ。と無理なことを言ってくるのです。しかしこのままでは拉致が開かないので、義父を説得すると言って電話を切りました。そして義父に電話をすると、
義父は至って冷静で、ナナさんには毎回迷惑をかけて本当に申し訳ないね。接待だから断れないと説明しても、あいつは何も理解してくれなくて、お酒を飲んで羽目を外しすぎだだの、どうせ浮気しているだの言われてね、誰のためにこんなことしてると思っているのか全然わかってくれないんだよ。もう少ししたら帰れそうだから、あいつには僕から連絡するよと話してくれました。実際に義母に言われて義父を迎えに行ったことは何度もあったのです。義母も知っているとは思うのですが、義父はアレルギーでお酒が飲めないのです。それなのに義母は義父がお酒を飲んでいる、浮気をしているとしつこく言います。不安になる義母の気持ちもわかりますが、義父も仕事柄大変なのです。そんなことを思っていると、また義母から電話がかかってきました。ちょっとナナさん、あの人を迎えに行ってるんでしょうね。迎えには行っていませんけど、電話して説得しましたから、すぐ帰るって言っていましたし、安心していいと思いますよと私が優しく言っても、義母の機嫌は治りませんでした。説得したって、あの人が帰ってこなくちゃ説得したうちに入らないでしょ。今だって何をしてるのかわからないし、本当にあなたって役立たずねと、今度は私のことをバカにしてきたのです。義母はいつもこうで、電話すると毎回のように私をバカにしたり嫌味を言ってきます。ナナさんはいいわよね。ヒロトが単身赴任中で好き勝手できるんだから、一人で好きなことして浮気をしたってまずバレることなんてないものね。そうやってのんきにしていられるのが本当に羨ましいわね。でもナナさんが浮気をしても、それを知らずに仕事を頑張ってるヒロトがかわいそうだわと、あたかも私が浮気をしているという体で話を進める義母に苛立ちが募っていきました。私は浮気なんてくだらないことしませんし、仕事柄そんなことをしている余裕もありませんと言い返すと、義母はまたバカにしたように笑って、なに、お父さんが浮気をするくだらない人間だって言いたいわけ？私はそんなことしない真っ当な人間だって、お高く止まっちゃって本当に嫌味な人ねと、ひねくれた考え方をするのです。それにそんな余裕ないって言っていたけど、私が暇人とでも言いたいの？私が専業主婦だから仕事をしていない人をナナさんはバカにしてるんでしょう？どこまでも少年の腐った人間ね。そんな人と結婚したヒロトがかわいそうだわ。あなたの浮気の証拠をつかんでヒロトと離婚させてみせるから、覚悟してなさいよと捨て台詞を吐いて、義母は電話を切りました。正直言うと、私と夫は仲がとても良いのです。夫が単身赴任中は毎日決まった時間に電話をして、お互いの話をします。そして今日も電話をしようと思っていたところ、タイミング悪く義母から電話があったのです。義母との電話が終わった後、すぐに夫に電話をかけ、先ほどのことを伝えました。すると夫は、本当にナナには迷惑かけてごめんね。母さんは昔から被害妄想がひどくて、俺も父さんも困ってるんだよ。父さんの取引先の社長が女性で、その接待の時も浮気だって騒いで、母さんのせいで契約破綻だけじゃなくて、会社自体と付き合いがなくなるところだったんだよ。と話してくれたのです。それからは話題を切り替えて、楽しい話を1時間くらいしてから電話を切りました。夫のおかげで、もやもやしていた気持ちがすっかり晴れて、よく眠ることができました。しかしその翌日の夜、また義母から電話がかかってきたのです。ねえ、ナナさん、いらないお洋服とかないかしら？と言われ、思っていた内容と違ったので、私は一瞬戸惑ってしまいました。すると義母がさらに続けたのです。実はお友達と旅行に行くことになったんだけど、旅行に行くなら新しいお洋服で行きたいじゃない？だからナナさんがいらない服とかあったら私に譲ってほしいなと思ったのよ。あまり着ていない服は何枚かあったのですが、義母にあげるのはと少し考えました。それにもともと友人にあげるという話があったので、義母の頼みを断ることにしたのです。ごめんなさい、
着ない服はあるにはあるんですけど、友人にあげる約束になっているんです。というと、また義母は声を荒げて、私には若い子の服は似合わないって皮肉を言いたいわけ？本当に嫌味がいとも簡単に出てくる嫁ね。こんな嫁に頼んだ私がバカだったわ。と、被害妄想をして電話を切ったのです。私はため息しか出ませんでした。どうしてそういった考え方しかできないのか、私には全く理解できませんでした。それから、私が一番耐えられなかったのは、義母との買い物でした。義母は車の免許がなく、買い物に行くにも不便だと言って、私を呼びつけるのです。私の休日には、必ず連れて行けというくらいです。ギフト行けばいいのにとも思いましたが、お父さんは休みの日も接待だからって言ってなかなか買い物に行けないのよと言っていたので仕方ないと思っていました。しかし義母を連れて買い物に行くと、このお野菜少ししなびてるわね。このお店どうかしてるんじゃない？それにこのお肉だって少し色が悪いし、質の悪いものを出してるに違いないわと大きな声で言うので居心地が悪いのです。さらには道中必ず、前から思っていたけど、ナナさんって車の運転が荒いのね。これなら私が運転した方が良さそうねと、車を運転したことがないにもかかわらずそんなことを言ってくるのです。そろそろ義母との付き合い方を考えた方がいいかと思っていた時のことです。その日は夜勤明けで、一人で家でのんびりしてテレビを見ていました。すると家のチャイムが鳴ったので出てみると、そこには義母がいました。お母さんどうしたのですか？どうしてここに？と聞くと、義母は私の質問には答えずに、あら意外といい家に住んでるんじゃない、もっと早く来ればよかったわと言って無理やり入ってきたのです。追い出すわけにもいかないのでリビングに通すと、そのままソファーに腰掛けました。突然のことでポカンとしていると、そんなとこに突っ立って何してるの？私が来たんだからさっさとお茶とお茶菓子くらい出しなさいよ。まったく気の利かない嫁ね。と、ずうずうしい態度で指図してきたのです。しかし、何もしないとまたバカにされるので、言われた通りにしました。すると義母はお茶をすすって、こんな安っぽい味のお茶は初めて飲んだわ。と言って、それから一度もお茶に口をつけることはありませんでした。それから少しして私はもう一度義母に、今日はどうかされたんですか？と聞くと、義母はため息をついてからこう言いました。ちょっとした家出よ。あの人が困るだろうと思って。私のことをほったらかして浮気をしている人なんて、もう好きにすればいいって思ってね。あの人、私がいないと何もできないくせに、私のことをないがしろにするのよ。それならもう、あの人のために洗濯してご飯を作ることが、バカらしく思えてきたのよね。だから私も、好き勝手することにしたの。と、わけのわからないことを言っている義母に、私は本当に呆れてしまいました。なので、私が言い返そうとすると、それにかぶせるようにして、それにしてもこんないい家に住んでるなら早く教えてくれればよかったのに。そうしてたらもっと早くここに来ていたわよ。今日から私ここに住むからね。と勝手なことを言い出したのです。それには私も困りますと答えました。すると義母は、それくらいいいじゃないの。ヒロトもいないし、ナナさん一人で寂しいと思ったからこうして来てあげたのよ。と言い出しました。義母はここが私と夫の家だと勘違いしていたようでした。お母さん、何か勘違いしてるようですけど。と説明しようとしたのですが、義母はいつものように声を荒げて、うるさいわね。今日からここは私の家よ。あんたはさっさと荷物をまとめて出て行きなさい。と怒鳴ってきました。もうこうなっては手がつけられないので、わかりました。後悔しても知りませんからね。と言って、一旦家を出ました。それから私は近くの漫画喫茶に行き、夜まで時間を潰すことにしたのです。夫にもこのことを報告すると、自分のことかのように謝罪をしてくれました。
そして時間を潰していると、気がついたら夜の8時になっていました。お昼ごろ、母から父と2人でご飯を食べてから帰ると連絡が来ていました。なので、そろそろ両親が家に帰宅する頃かと思い、私は少しそわそわしていました。すると、それから約30分後、父から電話がありました。母さんと帰ってきたら、ひろとくんのお母さんが家にいたんだけど、どういうことだ？というので、帰って説明すると言って電話を切り、漫画喫茶を出て家へと向かいました。すると、玄関にいても聞こえるくらい義母が騒いでいたのです。そして私がリビングに入るなり、義母が、ねえ、この人たちは誰なの？急に私の家に入ってきたのよ。と大きな声で言いました。私はため息をついて、この家の家主で私の両親です。それからお父さんの取引先の社長ですよ。嫁の両親の顔すら覚えてないんですか？と言うと、義母の顔が一気に青ざめていくのが分かりました。だって奈々さん、そんなことちゃんと説明してくれなかったじゃない。説明しようとしましたけど、聞かずにさっさと出てけって言ったじゃないですか。と言うと、今度は父が、奈々、話が見えてこないから最初から説明してくれるか、と言ってきたので、今日に至るまでの経緯と現状の説明をしました。すると父も私と同じようにため息をついて、それじゃあ、あなたは私の大事な娘を散々バカにした挙句、私の家を娘の家だと勘違いして無理やり居座ろうとしたわけですか。と言って義母を睨んでいました。それから父はこう続けました。あなたの旦那さんは私の取引先の社員でしてね、とても丁寧な接待をしてくれていましたよ。私の部下たちは若いので、その部下たちが退屈しないような接待を考えてくれるんです。だからあなたが勘違いしているようなことは一切ありませんよ。というと義母は少し安心したような顔をしていました。しかし娘を侮辱していたこととは関係ありませんがね。旦那さんには申し訳ないですが、今後一切旦那さんに仕事を依頼することはないでしょう。あなたのせいで契約が一つ潰れたということです。ことの重大さを分かっていない義母はポカンとした顔をしていました。それに追い打ちをかけるように、私の会社との取引がなくなれば倒産することは間違いないでしょうね。倒産はなくとも、あなたのせいで倒産寸前ともなれば、旦那さんは会社にはいられないでしょう。と父が言うと、ようやく理解したのか、義母の顔は青白くなっていました。それから義母はずっと謝罪を繰り返していましたが、父は許さず、本当に契約を切ったそうです。それから約1ヶ月後、父が言っていた通り、義父が勤めている会社は倒産寸前で、義父は解雇されたそうです。そして現在は小さな町工場で働いていて、義母も同じくパート勤務だと聞きました。それからもともと住んでいた家は売り払い、今は狭いアパートで暮らしているとも聞きました。夫にそのことを伝えると、まあ当然の報いだよね。父さんも暴走する母さんを止めなかったんだから、父さんも同じようなもんだよ、と言って笑っていました。